岩松正文です。100年後の子供たちの笑顔のために、傾聴で迷子になっている人を助ける公認心理師です。今回のテーマは、あなたは傾聴の現在地のどこにいるかということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座の体験ができる Zoom での体験会を毎月開催しています。概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックをしてみてください。では今回のテーマ、あなたは傾聴の現在地のどこにいるかということで、傾聴はアメリカの心理学者カール・ロジャースが提唱した来談者中心療法というふうに言われておりますけれども、実はカール・ロジャース自身の理論もずっと一つに固定されていたわけではなくて、途中で変更や成長をし続けてきています。大きく3つの時期に分かれると言われています。今から年代を一応お伝えしますが、これも一つの目安ですので、だいたいそれぐらいの時期というふうにご理解いただければと思いますが、まず一番最初、第1期と呼ぶことにしましょう。これがだいたい1939年から1951年まで、この時期を非支持期というふうに呼んでいます。非支持、のんびりですね、のんびりという時期ですね。いわゆるオウム返ししてればいいよとか、黙って聞いてればいいよみたいな、そのロジャースが言う聞き方のやり方の部分だけがクローズアップされた時期でした。そして第2期が1951年頃から1963年頃、これが来談者中心期というふうに呼んでます。1963年は何があったかと言いますと、ロジャースが大学を辞めてカリフォルニアの方に移動し、で、自分の研究所を立ち上げた時期ですね。はい、それまでの期間を来談者中心期というふうに呼んでいます。これがいわゆる一致需要共感という概念が確立された時期です。それから第3期が1963年から亡くなる1987年ぐらいまで、これをパーソンセンダート期というふうに呼んでいます。ロジャースは1987年の2月に亡くなるのですが、その1ヶ月前まで非常に元気に働いていたそうです。病床に伏してた時期というのはあまり良くなくてですね、一回怪我をして入院をしたんですが、そちらは問題なかったんですけども、その後ですね、確か心臓ですかね、を患って、それから亡くなってしまったという方で、ことで比較的急に亡くなられたということで、直前まで元気に働いてたということでした。まあそれはともかくとして、傾聴を学んでいる方であれば、皆さんが知っている3条件っていうのは、ですから第2期の来談者中心療法期と一致需要共感というね、あの6つの項目から3つのポイントを抜き出した、パーソナリティ変化の必要十分条件というのはこの第2期にあたります。また傾聴のテキストによくある共感の定義、あたかもクライアントであるかのようにという表現、これは傾聴を学んだ方であれば聞いたことがあるかもしれませんけど、これも同じく来談者中心期の考え方です。つまり日本で傾聴を学んでいる方の多くが、1963年以降ロジャースが亡くなるまでの第3期、ここの最新の傾聴の理論、パーソンセンタードアプローチ、これをなぜか学んでないというのが現状ではないでしょうか。パーソンセンタード期の傾聴の特徴は3つ挙げますと、1つ目に共感的理解の定義の変更、2つ目に体験過程理論、3つ目に二重の考察ということで、共感的理解の定義の変更というのは、それまでロジャースは共感というのは状態ですね、共感という状態が存在してたというふうに言ってたんですけど、それがプロセスであると、作り上げていくプロセスだという、このように変更しております。体験過程理論というのは、これはジェンドリン影響を非常に強く受けたものですけれども、抑圧から解放していくという、そのもともとですね、抑圧された何かがあるという前提を置いて、それから傾聴することによって解放していく、気づいていくんだと、だから癒されるんだという、それまでの精神分析などにも見られた理論から、それを一部ですね、全部完璧に移動してない感じもするんですけども、移動しまして、それは抑圧された何かが確実に存在するものではなくて、そのような何かが自分の中にあるのだけども、それは全く形作られてないものであって、それが傾聴を通してやり取りをする中で2人で作り上げていくものなんだという、
こういう考え方を採用するようになりました。それから二重の考察ということで、これは追体験ですね。イメージを見ながらの追体験をもとにして、その自分自身が感じたことをクライアントさんに確認を取っていく、まあ、伝え返す、テスティングしていくという、こういうのが主流の考え方に移っていっております。この1974年の共感の定義の再定義については YouTube にロジャースが実際に語っている様子がありますので、1974年スペースロジャーズなどと YouTube で検索かけていただきますと、その時の模様がリアルで見れます。ただこれ英語で喋ってますので、まあ完璧には翻訳されないですけど、 YouTube の翻訳機能をオンにしてもらうか、あるいは英語がわかる方であれば非常に興味深く聞けるのではないかなと思うんですね。でこの第3期のロジャースは、まあ、このビデオを見ていただいてもわかるんですけれども、弟子のですね、弟子というか共同研究者のジェンドリンのことを非常に詳細に考え方を伝えているというのが印象的であります。概要欄に私のその URL が YouTube の URL が貼ってある、私のブログのリンクをつけておきますので、そちらを見てみてください。傾聴している人であれば絶対に知っているのが、まあ、共感的理解という概念、これは知っていると思うんですが、でこれが変更されて全く違う定義にされているということは、あまり多くの傾聴学習者の方には知られていないのではないでしょうか。また共感をしてあげるとか受容をしてあげるのように、共感受容をしてあげる行為 doing をというふうに理解している方も未だに多くいると思うんですけれども、これもロジャースが、もう1951年までですね、ロジャースがまあそれを傾聴というのはただ黙ってればいいんだとか、オウム返ししてればいいんだって言われたことに非常に落胆して傷ついてたということは、まあ、傾聴を学んだ人の中では有名な話になりまして、してあげましょうということは初めから最後までロジャースは一言も言ってないわけですね。まあ一言も言ってないというか、最初の本にはそのように取られる表現もなくはなかったんですけども、ロジャースが言いたいのはその doing の方ではなくて being の方だということでですね、共感を示してあげましょうというのは、これはもう傾聴の理論の中には入ってないということなんですね。まあ、これはだから古い傾聴の中に含まれている誤解の部分なんじゃないかなというふうに思います。でもし受容や共感を doing というふうにしてあげることだと理解していると、一致の説明というのは全然できなくなってしまうわけですよね。そのように存在していた、そのようなあり方であったというふうに捉えれば、一致も受容も共感も聞き手そのものの態度であるということですから、同じ次元で取り扱いできるんですけども、 doing でしてあげることだと解釈をすると、受容と共感はしてあげるというふうに日本語に置き換えることができますが、一致はしてあげるというふうに表現できないので意味がわからなくなってしまうと。ですから一致の理解がうまくできてないと思う方は、おそらくその一番最初の時期のロジャースの誤解として広がった部分を信じながら傾聴しているということではないでしょうか。はい、それでもう一回まとめますと、第1期というのは非指示ですね。1939年から1951年ぐらいの時期でした。黙って相槌、オウム返し、要約をしてあげるという、してあげる傾聴という時期です。第2期が来談者中心、1951年から1963年頃、これがいわゆるあたかも相手であるかのように相手の立場になって感じようとする傾聴。それから第3期がパーソンセンタード期ということで、1963年ぐらいから1987年の亡くなるまでと、これをパーソンセンタード期ということで、追体験とともにテスティングしながら二重の考察でやり取りしていく傾聴と、これが一番最新のバージョンアップされていった、みんなロジャース含めロジャースの研究チーム、あるいはジェンドリーなどとですね、バージョンアップされていった一番自然で実用的な傾聴なのではないかなというふうに思います。さて、これを今お聞きいただいているあなたはどの時代の傾聴をされているでしょうか。そしてあなた自身はどんな傾聴をしたいと思ってらっしゃるでしょうか。古い傾聴は分かりやすくてとっつきやすい反面、何かそこには問題があるからこそ変更されてきたものです。聞くことがうまくいかないとしたら、もしかしたら古い傾聴の何かその要素にとらわれているのかもしれません。
ですので、少なくとも3つの木がありますので、ご自身の今の聞き方を振り返っていただいて、必要があればバージョンアップをしていきましょう。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。